はい、こんにちは、アクアプラスです。じゃあね、シイラさばいていきます。といってもシイラはね、焼き魚とかね、ムニエルとかできるのを食べるので、ぶつ切り、3枚におろしてぶつ切りでいきます。まあね、とりあえずエラっていうか、この辺の腹を最初切りました。シイラでかい。はい、でエラです。エラ切りの頭を落とします。結構ね、シラ骨硬いな。骨硬い。はい。頭落とす。頭。シイラはね、ちょっと行き下がるのはね、早い魚なので、刺身はね、ちょっと危険な場合もあるので、刺身では食べません。ここね、血合いがあるので、ここね、取ります。はい、3枚おろしします。これはね、ちょっと平べったいので、薄いので、3枚おろしは楽。はい、こんな感じ。ですね。包丁でやろうか。じゃあ、なんか。長い方がいいな。はい。しょうがねえ。このヒレ。はい。はい、こんな感じ。これ中骨どうしようかな。そのまま食える？どうだろう。骨出てきたらやだもんな。あ、そういえば骨抜きで取ろう。はい、骨抜きでね、取ります。あ、結構骨すごい。でもね、
骨ね、取んないとね、食べてる時にストレスになるので取ります。はい、こんな感じでね、細かくして、こちら焼き魚だったりムニエルで食べたいと思います。